どうも、こうちゃんです。今日はね、何話そうかなーってね、まあ、考えたんですけど、あの、まあ、MLB も開幕して、で、プロ野球も開幕してね、まあ、選手の成績とか状態ってめちゃくちゃ気になると思うんですよ。うん、で、まあ、メディアとか、あまあ、テレビ、えー、解説、コメンテーターとかね、いやー、あの選手どうですかねーとか、 今日ホームラン打ちましたけどよかったですね、どうですかとか聞かれて、まあ、それに答えてるんだけど、まあ、あ,のある一定の選手ね、えー、ご紹介しますけど大谷翔平さんね、はい、大谷翔平さんが今、ド、まあ、ジャースで、えー、活躍しておりますけど、まあ、あのホームランがね、えー、第1号、まあ、なかなか出なかったと。うん、でまあ 苦しんだ挙句えー、まあ、やっと1号出て、まあ、今こう、2号、3号とね、えー、出てて、175本塁打に大手、みたいな感じでね、えー、すごい、ま、成績を上げてきてる中で、あのー、一つ思ったのが、大谷翔平さんがホームラン打つことが、簡単なことじゃないよっていうところをね、ちょっとお伝えしたくて、なんかね、こう、見てっとね、風潮的には、あのー、 翔平さんって打席に立てば、あの簡単にホームラン打つよね、とか。まあ、そんな感じでこう聞こえてきてね。あのー、すごくこう、なんか、紅茶の中で、いやいやいや、ホームラン打つってことそんなに簡単なことじゃないし、難しいことだぞと。うん。ま、ね、その、大谷翔平というね、この、ハイクオリティのスーパースターが、 が、故に、こう、ね、えー、ホームラン簡単に打てるでしょう、みたいな風潮になってると思うんだけど、やっぱり大谷選手はやっぱり、ね、あのー、一野球人ですから、そんなにそんなにね、ホームラン打つことは大切なことじゃないっていう。うん。まあ、昔から言われてるのは、ホームランっていうのは、ヒットの延長っていうふうに言われていて、あのー、なんかコメンテーターのコメントとか見ると、あー、ホームラン打てよかったですね、次も見たいですね、みたいなね。 いや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 、次の打席、すぐホームラン打て、みたいな。そんな簡単なことじゃねえよなって、めちゃくちゃ思ったですよね、最近。うん。で、まあ、プロ野球も開幕して、プロ野球にこう、移すと、まあ、あの、我が地元のね、えー、仙台本拠地にしている、東北楽天ゴールデンイーグルスも、まあ、えー、もうね、シーズン配置もあって、まあ、9試合ぐらいかな、やっておりますけど、 あの4番、主砲を打っている浅村選手がですね、まあ9打席、20打席ぶりに1安打打ったというかね、ヒットがなかなか出てこなかったわけですよ。まあ9試合、まあやってる中で。で、やっと1本出て、よし、浅村行くぞ、乗るぞ、みたいな感じで、メディアがね、騒いでるんですけど、大丈夫だから、そんな。 何十打席ぶりにヒット出たとか、初ヒットかまだだとか、まあ、未だに本類ではゼロなんですけど、いやいや、開幕しちゃばっかりだろと。まあ多分30打席から40打席ぐらいしかまだ回ってきてない中で、えー、そんなに結果を早く求めるなよというふうにめちゃくちゃ思ってですね、あの、プロ野球選手ですから、しっかりと上げてきます。あの、記録というものはね。で、やっぱりこう、 価値ある一本を数多く打っていただいた方が、まあ勝利にもつながりますし、勝率っていうのが上がると思いますし、あの、なんて言うんのかな、こう、いや、まだホームラン出てないですね、浅村さんみたいな。いやいやいや、だからホームラン打つことは簡単なことじゃないんだよっていうのをね、ちょっと野球をやってきたい人ほどそういうことを言ってるんで、あの、その辺はね、あの、ホームランって簡単なことじゃないんだよっていうのをね、ちょっとね、 わかってもらいたいなっていうふうにめちゃくちゃ思いました。まあ大谷翔平さんは、まあ、175号日本人、えー、最多本塁打、まあ抜くでしょう。まあ、松井秀喜さんがね、樹、えー、立した175本っていうこの数字。あの、これもすごい数字っすよ。あのメジャーの舞台で175本打つっていうことはね、あの、日米通算じゃないですからね。えーまあ 日本であったらもうね、4 0 5以上ね、松井さんホームラン打ってますけど、あの、メジャーってやっぱりね、こう、1弾、2弾、3弾とね、やっぱりこう、癖のある投手もいますしね、なかなか的を絞れないような、えー、ムービングなボールも投げるんで、その中でこう、175本打つという素晴らしい記録なんですが、それをね、もうね、えー、 もう何ですかね、もう抜く、そして新たな記録を樹立するっていう大谷翔平さんの凄さ、あの、年数もね、えー、松井さんほどかかってないと思うんで、これまた大谷翔平さんの偉業っていうのはすごいなと思います。うん。ただね、ホームランってそんな簡単なことじゃないんですよ。うん、ヒットの延長。ヒットの延長がホームランということなんでね。うん。だからその辺をね、ちょっとコメンテーターとか、うん、ワイドショーとかもね、今ね、 えー、大谷翔平さんが試合あったらですね、えー、数時間後にはワイドショーの特番組んでですね、ああだ、こうだ、こうだ、こうだとやって、ねまあ、やっぱり話題になりますけれど、あのー、ヒット打つだけでもすごいことなんでね、うん、なんか、きょの打席は4打数2安打、ホームラン出ず、しかし複数安打打って、何試合連続マルチヒットでしたみたいな。え なんでこうなってんのっていうね。えー、そう、そういう風にも見えるし、メジャーの舞台でマルチ打ってヒット打っていやーでしょうっていう感じなんだけど、なぜそこまでメディアはホームランを求むのかといったのをね、ちょっと、えー、考えてもらいたいなっていう風に思いましたね。まあね、そういった中でプレイしていて結果を出す、は、え、る、ー、かにこう想像を超えたような、えー、プレイをするっていうのがスーパースターの、まあ、 ね、えー、宿命と言いますか。で、それを跳ね返して、記録を出し続けていくっていうのが、本当にスーパースター、大谷翔平選手だと思うんですけど、まあ、もう少しこう、ゆっくりと、あのー、ね、えー、まあ、ね、長いシーズンなんで、もうゆっくりと優しい目で見ていきましょうや。うん、ね。ただ、大谷翔平選手の、えー、プレイスタイルであったり、あのー、ね、 今、ちょっと、あるね、出来事があって、うん、ちょっと、元気がないなーっていう感じの見受けられますけど、しっかりとこう、打率の3割5分近くまで、えー、乗せてきましたし、まあ、ホームランも量産体制みたいな感じになってますんで、これからですね、どん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 こう、試合を重ねていくたびに、やっぱり筋肉もほぐれてくるだろうし、タイミングもしっかりと合ってくるだろうし、あのー、何よりもこう、 モチベーションといったものがぐぐっとこう上がってくると思うんで、もうそんなにそんなにこう心配することでもないと思いますし、本当とあの求めるものっていう成績っていうのがね、40-40、50-50とか、あーなんかそういったのがありますけど、あの、しっかりとこう成績出してくれると思いますし、ホームランだってね、あの、やっぱり20本、30本で打ってくれると思うんで、そこまでこう、今日は出ませんでしたみたいな子ね、あの悲観することない。 と思いますはいといとうことでね、まあね浅村選手の打撃っていうのもね、うん、一つ注目して見てますけれども、まあ、なかなかこう、ピッチャー相手に、やっぱりピッチャーもあの打たせまいと思って投げてくるわけですから、なかなかそこの中で、えー、ヒット、えー、あるいはホームランっていうのは、やっぱり出づらいですよ。うんやっぱり人間と人間、選手と選手が相対して、そこで真っ向勝負ってやってるんで。 やっぱそんな中、やっぱりしっかりと結果を出してくれるっていうのがやっぱりスーパースター、スーパープレーヤー、一流のプレイヤーということなんで、まあ浅村選手においてはですねもうスーパースターなんで、あのしっかりとね結果出してくれると思いますしあの、楽天を支えてくれるというような打撃をしてくれると思います。なのでね、えー、今回の動画はです、ねいや、大谷翔平選手であっても、ホームラン打つのは簡単なことじゃねえぞって言ったのを物、ね、申、ね、したくて、動画を回しました。 ええね、まあ、ワイドショーで特番毎日のように、えー、されておりますけれどもね。ええー、まあ最近こう調子が良くなってきたのはこのクリケットで練習しててね、クリケット打法っていうふうに、あのー、今言われておりますでね、少年野球やってる、ええー、球児、ええー、中学野球やってる、ええー、球児はですね、クリケットやってみたらいいと思いますよ。あの、点ではなくてね、 あの、線に沿って、そして面で打つっていう練習がね、いいみたいなんですから。まあ、クリケットが代用できないんであれば、テニスラケットで、ね、やばいボールを打ち返すっていった練習をしてみると、もう、ガコーンといいバッティング、そしてホームラン打てると思いますんで、皆さんも真似しやってみましょう。本日も動画ご視聴ありがとうございました。ホームラン打つのは簡単なことじゃない。それでは、失礼いたします。じゃっ。